はい、こんにちは。ステロカメラの相葉です。今回ご覧いただいてますレンズは、ライカの、定番中の定番、オールドレンズですね。非常にポピュラーで人気の高い、ズミキロン 50mm の振動タイプ。こちらはですね、スクリューマウントですね。と、LM アダプターが今回は付属しております。はい。ご覧の通り、ズミキロンの 50mm 振動タイプ F 値が2ですね。いわゆるチンズミと呼ばれて非常に親しまれているレンズになっておりますね。シリアルが1117508ですので、1953年のドイツ製ズミキロン 50mm ということになりますね。はい。ご覧の通りの、こう、振動タイプのレンズですね。はい。これが後期の方になっていきますと、固定強度といってですね、振動しない固定タイプのズミクロン 50mm になっていくんですけれども、これは固定タイプになる前の振動タイプ、ズミクロンですね。はい。ズミクロンといえば、ライカといえばズミクロンの、オールドレンズと言ってもいいぐらいですね。すごく流通しているレンズになっております。ぜひお早めにチェックしてみてください。ではですね、外観から見ていきたいと思います。ご覧いただいてます通り、今回だいぶ綺麗な個体が入ってきておりますね。目につくすれ当たり、へこみなど見られずに、こういった滑り止め、ローレットの表面にもメッキの摩耗など見られないですね。フロントから見てもどこかにぶつけたり擦ったり落下して当たったりぶつけたりしたような跡は見られないですね。マウントはバルナックライカ用のスクリューマウントですね。こうねじ込み式のマウントですけれども、こうマウント部分に摩耗など見られないですね。はい。今回は LM アダプターというですね、はい、変換アダプターが付属しております。こちらを使えば、ライカ M 型のボディにもご使用いただくことができますね。M3、M9 のようなフィルムカメラから、M9、M10 のような現役の M 型デジタルカメラにもご使用いただけるマウントとなっております。また別のアダプターをご使用いただけましたら、ソニーの α7 シリーズとか、ニコンの Z6 シリーズのような、ミラーレス一眼でもご使用いただけるレンズとなっております。はい。この振動も、はい、スムーズにしてますね。はい。このバレルの部分、伸縮する部分も傷ついたり、このメッキが剥がれたり、変な油汚れがついたりもしないですね。絞りの動きも軽快で滑らかです。絞りバネに、油ののりとか、汚れ、サビも見られないですね。動きムラなども感じられないです。ミントのヘリコイドもいっぱいまで滑らかに一定のトルクで動いてますね。こちらもグリス切れとかですね、グリスの固着による動きムラは全く感じられないです。無限ロックもしっかり効いてますね。はい。中玉にも曇り、カビ、バルサム切れとか、チリホコリの混入も目視でほぼ確認できませんので、はい、だいぶ綺麗な状態キープしてますね。撮影に際して、画質に影響があるような瑕疵は全くなしと思っていただいて大丈夫です。はい。もちろんこのまま撮影にご使用いただいて大丈夫な、個体ですけれども、念のため末永くお使いいただくためにですね、全体的な分解整備、清掃調整をご希望いただける場合は、オプションからお選びいただけましたら、当社で格安で請け負わせていただきますので、ぜひご利用ください。整備後のお届けを実施させていただきます。はい。付属品がこちらのリアキャップとフロントキャップになっております。こちらのセットでお届けいたします。ということで、はい。チンズミと呼ばれて非常にポピュラーな人気の高いライカのオールドレンズ、ズミクロンの 50mm 振動タイプですね、スクリューマウント
の、レンズになっております。ぜひお早めにチェックしてみてください。以上です。